会とともに世界へというスローガンを打ち出し、サポーター、選手、パートナー、コンサドーレファミリー全ての人に寄り添い、たくさんの喜びを本当にありがとうございました。北海道コンサドーレ札幌という作品をみんなで作り、大きな夢を見て、その夢を現実にして、そして強いキャプテンシーで私たちに新しい未来を見せてくれました。どんなに分厚い辞書を引いてもありがとうという文字しか出てきません。それではここで野々村芳和会長の奇跡を大型映像でご覧ください。なんでどんさんの野々村社長になったらサポーターが何より喜ぶだろう。選手時代もキャプテンシーというか、それで引っ張っていく姿を見てとても憧れていました。これ以上の夢を持っている、ただ強くなるだけじゃなくて、やっぱり面白いサッカーを教えこう、そういう言葉に僕も賛同して、夢の大きさによって人はついてくるものなんだ。本当選手の気持ちを分かってくれるというか、まあ、普段からのコミュニケーションもそうですし、ファミリーのような雰囲気を作ってくれるなと思います。今こうやって時を経て本当に強いクラブになったなというふうに思います。夢を見させていただいて、夢を現実にしていただいて、そして未来を見せていただいたと僕たちは思っています。ありがとうございました。今までありがとうございました。これからも頑張ってください。頑張って戻ってきてください。チャームになっても小野さんらしく、頑張ってください。期待します。今までになかったチェアマン、新しいチェアマン像を期待しております。チェアマンになっても、日本のため、アンパイパイのために、尽くしていただけると思います。野々さんのラジオが聞けなくなるのが寂しいです。でも、いつでも札幌で待ってるので、頑張ってきてください。応援してます。野々村さんが来てくださって、常にサポーターや地域とパートナーとみんなで一緒に、どうやっていったらコンサドーレが本当に良くなるかということを、常に発信して、常にこう私たちの目線に立って説明してくださって本当に嬉しかったです。どんな選手を海外から連れてきてもすごく強くしてくれたり、参考になじませてくれました。どんさん、ありがとうございました。ポンちゃんは2001年、はい、どんさんがキャプテンだね。ああ、一緒にやってます。全部でいろいろ教えてますし、尊敬してるので、これからも頑張ってください。今は社長で、社長です。札幌ですごいお世話になりました。これからもお世話になりたいなと。なるほど。僕たち OB も含めてみんなで、ね、JB を盛り上げていこうというふうに思いますので、野々さんのも頑張りますのでよろしくお願いします。おめでとうございます。いつもお前には期待してるっていうふうに言ってくれて、ダメだと、そういう言葉を胸に頑張って期待に応えようと思って今までやってきました。これからも野々さんの期待に応えれるように僕は頑張ります。野々さんもチェアマンになって、いろいろ大変だと思いますが、J リーグをより良い方向に持っていってください。J リーグ全体がサポーターのファミリーになって、本当サポーターの皆さんが楽しいようなサッカーをまとめて作ってほしいなというふうに思います。なんか分かりえないので熱心にすまないですけど、とにかくどこにいても健康で日本サッカー界のために動いている皆さんをずっと見させてください。楽しみにしております。
ございました。そして野村会長、一緒にここまでやって、今度の決断は全てはあなたの使命感、その一つだと僕は思ってます。みんなの気持ちを代表して北海道から行ってらっしゃい。皆さんありがとうございました。まあ、9年間本当に楽しかったです。もっと楽しい北海道、それからコンサドーレになるように、引き続き皆さんで素晴らしい作品を作ってください。今日のゲームを、まあ、札幌側からすると本当に残念でしたけど、 J リーグにとっては素晴らしいゲームをしたと思ってます。これを続けてもっともっと盛り上げていってください。期待してます。ありがとうございました。続いては、石原監督から野村会長へ、あなたの